はい、皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、夢と金の相関関係を理解できると、集客の辛さから解放されるということをテーマにお話をしてみたいと思います、えー。何か事業を起こすような場合ですね、例えばそれがまあ特に自宅教室とかっていうのはあ、自分がやりたかったこと、要は趣味の世界とかを えー、喜んでもらえる人に販売することで生計、まあ、が成り立つと嬉しいとかねそういうことで、まあ、独立企業される方とかあとは本当に趣味から講じてその延長で、えー、なんだかお金をいただくようになってそれがだんだん大きくなっていったっていうタイプの方もいらっしゃいますし、まあ、いろいろではあるんですけれども、まあ、好きを仕事にするっていう言葉もあの世の中に、ね、もちろんあるし えと私はははそこは別に否定はしないんですだけれども、あのー、これを言うと,、えー、ともしかしたら、えー、そのそっち側の方からですね <laughs> そのこれから言う2つのタイプの方のそっち側の方から「えー、高橋さんってそんな風に思う人なの?」みたいなことを言われるような感じかもしれないのですが、はい、でも私は私の持論を あのお伝えするだけなのでその方と会わないければそれはその方の思想なんであの別にそれはあのいいんじゃないかなと思って、まあ、ちょっとねバックダン発言かもしれないことをあの今日はねちょっと伝えてみようかなと思うんです。そそれはおそらくうーんと、まあ 世の中が、ね、熟してきて多分特に教室業も次のステージに入ってきてるから、えー、コンサルタントっていう存在の意義がそれぞれの皆さんにとってねいろいろと考えるべきところがあるからちょっと一石を投じたいというか場合によっては私はもしかして、えー、自分のお客さんを減らすかもしれないちょっと爆弾をね落とす発言をしてみようかなというふうに思っているのが今日のテーマでございます。はい でではですね今日のテーマ、えー、と夢とお金の関係を理解できると集客の辛さから解放されるっていうのはどういうことなのかっていうと夢とお金っていうのがあった時にあの夢をね追いかけたい人ってお金ってどうでもいいとかっていうタイプの人もいるんですけれども私はお金がない状態で。 えー、特に幼少期半生過ごしてるんですよ20年近く。で考えるとお金がなくてもどうにかなるっていう場合にはその人の心の幸福度が、えー、心身ともに健康で保たれた状態で心の幸福度がある人だったらお金がなくても夢を追いかけられると思ってます。 多分一部の人人なんでですけどねこれができる人通常の一般ピープル私も含めてですけれども私も含めてですがお金が先にあった方が夢は追いかけやすいっていうのが、えー、私が感じている実感だしうちのクライアントさんが、えー、いい状態に変わってってるのを見てもそこかなと思いますだからといって金の亡者になるって言ってるわけじゃないですよ そういうことじゃなくて価格のマインドブロックがあることによって疲弊しながらうんそうだな本当はもっとねあると楽なのにとかって思いながらいやいやっていうわけじゃないんでしょうけど残念だなと思ってサービスを提供してる時点でまあ買ってくださるお客さんはかわいそうですよねっていうことなんですよだから本人の幸福度はもちろんお金では測らない。 ことはあるんですあるんだけれども私はお金が先にある方つまり稼ぐ力がある方が夢は叶いやすいよねというふうに思ってますお金がなくてめちゃくちゃ苦労したからです私はね夢なんて追いかけてらんないですよご飯食べるご飯がない状態でまず体倒れないようにするとか 明日立ち上がる体力を保つためには食べないと保てないじゃないですか。というふうに考えるとそれってご飯を買うお金がないとダメじゃないですか。だから夢を追いかけてっていうことができている人は えとその環境に感謝した方がいいですね自分で全部つかみ取ってるんだったらあの自分を褒めてあげたらいいと思いますけれども先天的に親が作ってくれた環境の土台の上でもしもそれがうまくいってるんだとしたらその人はお金のことは語れないというふうに思ってます。 親からもらったものでうまくいっているからですということは逆に言うと親が子供に作ってあげられる環境っていうのもお金がないと作ってあげられないんですよこれは結構深刻な問題で子供自身がどうにかしようとするときって多分他の人の何十倍も努力が必要になりますおそらくだってそれこそ骨もないわけでしょ 例えば親がすごい大地主でとかって言ってね代々土地を引き継いでアパートマンション経営もいっぱいやっててそれをただ相続でねまあ周りでね何人かで分割したのしても相続で受け取った瞬間に勝手にお金を負う金の鶏をもらうのとほぼ一緒っていう状態で生きているとしたらその親が作ってくれた財産に感謝をしてまあさらに 世の中の人の中人ために何かかをするとかねそういうことをするのか、まあ、自分で使っちゃうのか分かりませんけれども子供だった子供の本当の赤ちゃんの段階っていうのはあの親によよってて環境が作られてるわけですよだからもし自分がお金持ち一般的に見てお金持ちだなというふうに、えー、育っているタイプの人はそのお金がないっていう人の状況って分からないはずなので。 そういう、まあ、恵まれた自分でいるっていうことを理解した上でお金のことを語らないとですねあのおかしくなっちゃうっていうことなんですよまずお金に対する考え方を言うとねなのであのー、私は稼ぐ力が未来の夢を叶えるのとほぼ同等に等しい内容になっていくなっていうふうに思っているので稼ぐことを 教えています私はね自分が努力してそれこそうんと勉強するにしても学習塾とかね行かせてもらうお金がなかったので何かしらそのちょこっとずつ100円とかもらう。 おだちん的なお菓子買ってもいいし、まあ、何かを買ってもいい100円っていうお金を15日間貯めれば1500円ぐらいになります。そのお金で私参考書買って学校の勉強してたんですよ。あのきっと社会に出るときに貧しくって知識がないとバカっていう状態になっちゃうとですねあの賢い人にいいように扱われちゃうと思ったからある程度知識はつけないと。 お金を稼ぐ力も作ることができないしと思って子供の頃から貯めたお金は参考所買ってっていうので消えてたのでほとんど娯楽に使えなかったんですよね。だけれどもじゃあ大人になって稼げる力を身につけてあこういうふうにすれば稼げていけるんだっていうねその力を身につけると。 まあそのお金を持ってして、いろんなものに投資。それがえっと自分の自己投資っていう時もあるし、それこそお金でお金を生む投資っていう原子にもなったりするんですよね。そうするとだん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 。あの今まだそこまで。私はあの全て手放して、お金がざるざる入ってくるっていう状況は作れてないです。けれども、将来的な。それが作れる状態に早くね。 やると、まあ、使えるお金が増えるから自分のために使うこともできるしそれこそ夢のために使うこともできるので稼ぐ力があるといろいろな意味であの便利なんですよ。だからあの皆さんがねいろいろ勉強するっていう意味で行動しない人は稼げないんです。だからあの 勉強するの大好きな人結構多いんですけど教室教の先生もあの個人事業家の方もね多いんですけれども、えー、勉強だけだとお金にならないのでそれを外向きに加工して人に感謝されるようなサービスとかお仕事に転換することによって もお金に変わるっていうことなわけなんですよ。まあ、これが基本的な経済の流れになりますよね。で、このえー、っとね最初言ったあの爆弾発言って言ったのがですね、私があのここ0年ですね、あのずっといろんな方と面談をしてきて、えー、あるなんていうかなえー、っと右脳型なのか。 左脳型なのかっていうところでその稼ぐっていうことに対してのマインドセットの度合いが違うんだなっていうのをあのすごく感じるようになってきましたで、私は両方使うんですよ自分の個人的なお仕事には右脳の部分で、えー、写真撮ったり、えー、いろんなものとかデザインをしたり 音楽やったりっていうのも使うしあとスピリチュアルの領域も扱ったりします。佐野の方では営業やったり経営やったり数字扱ったりっていういわゆるビジネスのをガツガツ回して両方両輪で回すんで自分自身は行ったり来たりしています。だけれども、まあ、生徒さんとかはそこにまだ開花してないタイプの人はおおよそ職業で区分できたりとかするんですよ。 で、じゃあ、右脳型って多分想像つくと思うんですけど、クリエイタータイプです。えっ、ー、と、だから絵描いたり、えっ、ー、と、雑貨、ハンドメイド作ったりとか、まあ、お花がね、若干真ん中なんだよな。まあ、割とそういう想像的、クリエイティブ的なことをやる方をやって、成りわにしたい方と、あと、料理教室とかに代表されるような、まあ、実務実地と、あと、料理教室の先生って、まあ、 ななんだろうなやっぱりなんやかんや言ってレシピとかねそういうものを扱う領域でいうとちょっとね佐能型的なところもあるんですよ。不能なんですけどねそのクリエイティブにレシピを開発していくところでいうと。佐能型的なところがあるのとあとやっぱりその料理とかの世界ってその個人ですごくこう独創的にっていう領域よりも。 まあ例えば師弟関係においてそのレシピを習ったりとか礼節があった状態でそのルールをねやりながら自分の内容を開花していくっていう一応寿司が通った状態になんでクリエイティブはダメって言ってるんじゃないんですよクリエイティビティ度合いが高い人ほど自由で奔放なんですよそうするとどういうことが起こるかっていうと稼ぐっていう現実社会においてですね お金って汚いとか、そんなこと言うなんてはしたない、芸術にお金なんかつけられないとかっていうマインドブロックが働きます、こちら側の右脳側の人は。そうすると、結局、どういう形になるかっていうと、自分が、自分が伝えたいサービスに合わせて買ってくれる人を探す集客方法になります。わかりますこれ。 自分が中心になるケースが多いんですよクリエイタータイプデザイナータイプの人ねで料理とかそちらの人ってもともと誰かのために美味しいものをっていうことで独創的なデザイナータイプの人っていうよりは現実に合わせる力がもともとあったりするんですよねだからサービスを作りましょうって言ってそれが今世の中にね求められそう こういうことで喜ばれそうっていう方に若干じゃあシフトしましょう寄せましょうって言っても割とすんなり受け入れてくれるのは料理系とかそちら系の左脳型のタイプの脳を持ってる先生はそっち OK なんですよ。右脳型の先生はそれをやるとどういうことになるかっていうと、えー、自分がそうしたいのにそうじゃない要はお客さん側に合わせられる風に えー、自分の夢をねじ曲げられたみたいに思う、まあ、特にコンサルつけちゃう場合はですよだから、あのー、そのね違いがあるなっていうのを特に最近感じるようになりましたはいたくさんの方とねお話をしてきてつまりその右脳型の度合いが強い人と私のコンサルは相性が合わないっていうことになりますはいあの私は稼ぐのが先と思ってます お金を先に作ることによってより広がる展開が増えていくからそこにシフトするっていうことはお客様のために状態を合わせていくっていうことになるので、あのー、自分がやりたいことお客様が欲することこの共通点を簡単に見つけられるものを持ってる人は何ら問題ないんですよ何ら問題ないんだけど大概の方は集客ができない売上が上がらない 人が来ないって言ってる人は自分寄りの部分がものすごく強くってまあそれはもう突き抜けるしかないんですよ突き抜けて、えー、それが大好きっていう人が寄ってくるまで突き抜けるっていうことが必要になるのでそれはそれで違うマインドが必要になりますだからあのデザイン系とか右脳型系で えー、集客ができない辛いっていうふうに思ってる方はそもそも自分の立ち位置はどういうことが幸せなのかっていうことを今一度考えてみるとあの自分が提供している商品が自分がすごく好きなものばっかり提供している、えー、しかもじゃあ例えばそういうコンサルをつけたとしてもですよつけたとしても 苦手なことをさせられるとかやらせれるっていう感覚でやるんだともうサービスとして破綻しちゃうんですよ。だからその人は稼ぐっていう思考から授業をやるっていうのはやめた方がよくて好きを突き抜けて人が来たファンができたっていう方を狙っていく方がいい,いいんですよ。その代わりその人にはどういうことが起こるかっていうと みんなが望むものに寄せていきながら講座を作ったりサービスを提供しようとする人より自分がまず突き抜ける必要があるので時間がかかるんです。時間がかかるんです。だから自分がどっちタイプでビジネスをやっていきたいのかによって時間のかかり度合いがすごく違うんです。それを理解した上で集客が本当に辛いと思うのかどうなのか 幸せじゃないのかっていうことを今一度自問自答してほしいんですよ。まあ、特に有能型っていう、まあ、クリエイティブの人が気持ちは分かるんだけれども、あのー、サービス業っていう観点からするとっていうこととあと夢を追いかける上でお金が必要でそっちが私は先だと思ってるっていう持論からすると自分が好きなことをやってそれを買ってくれる人を探すっていう方が難しいんですよ。 だから突き抜けてもうてっぺんまで行っちゃって探される方が楽になります。でその間じゃあ食べていけないですかっていうとそういうタイプの方ってお金に基本困ったことがない人が多いんですよ。言い切っちゃ申し訳ないんですけど。はい。あのー、やっぱり、えー、きれいなものを扱ったりとか、まあ、ピアノとかねそういうちょっとこう、うん、お金持ちの人なら できそうな楽器とかってあるじゃないですか。まあだから私楽器やらなかったんですけどね。あのお金がなかったからです。楽器を買ってっていうこともできなかったからやらなかったし、でやらないと後から参入大変じゃないですか。覚えるのもあの忙しい中でまあ練習量を多くして、えー、そういうのを最短で教えてくれる先生にまたお金を払ってっていうことになるからね。 それはタイミングが合わなかったんですだから49になって初めて音楽もやったし初めて、えー、いろんなことをね学べる時間を作ってお金と時間を両方持ったからできた趣味なんですよサックスって。じゃあ到達点はどこなんですかって言ったらそういう時間もあってやりたいようにやりたいことをやっているっていう人がいた時にね じゃあどこがその人にとっての到達点だったかっていう、まあ、私はこの間ミュージックビデオとかも作りましたけれどもそれは自慢とかっていうことじゃなくてやりたいから作ったんですよ。ここ分かりますやりたいから作ったんですよ。でそれに見合うお金を払って作ってます。やりたくても作れない理由があるとすると時間とお金なんですよ、大体。だから ここがすごく相反する関係であるっていうことで自分の幸せ度をどこに基準値を置くかによってそもそも集客頑張んなくていいってことになります、うん。だって自分のことを好きなように好きなことをやっていてやるわけだからお時間がかかっちゃうんですよ。だってそれに合う人がただついてきてくれるの待つしかないから。だからこのあたりちょっとクリエイター気質の人には特に言いたいです。はい 自分の今の環境がお金にも困らなくて楽しくできればいいっていう状態だったらお金は追いかけなくてもいいし集客も追いかけなくていいんですよ。好きって言ってくれる人と徐々につながりを見つけて接触を持って何人かがちょっとずつ来てくれればいいって私はこれでいいと思ってるんです。それを下手になんかもっと人がいっぱい来てくれてねあの辛い状況じゃない。 ええ、状態でやっぱ自由に、自分も使えるお金が欲しいって言ってるのに、自分の主張、絶対曲げないっていうタイプの人がクリエイターに多いんですよ。だから、そこ難しいよっていうことを言いたいです。はい。なので、あの、嫌だったらやらなくていいっていうのも自分が選択しているし、コンサルタントもたくさんいます。あの、キラキラで。 楽しくやりましょうっていうふわふわでやって適度な感じでやりましょう楽しい OK っていう人もいるしその稼ぐっていうことをね嫌悪感を持つからそちらじゃなくってあの地道にねファン作っていきましょうねっていうことを提唱しているコンサルタントもいますしだからご自身がどの道で行きたいのかを決めないと学ぶ場所と選ぶ人を間違えちゃうっていうことです。 はい、私もなるべくそういうマッチアンマッチの不幸な人を作りたくないし私は私の思想と合うタイプの、あのー、お金を稼ぐそっちが先でそして夢を追いかけていくっていう形同時に追いかけてる時にはお金が絶対必要になると私は思ってます。それは自分のの20年間のお金がない生活をした時に 夢を追いかかけるところの詐欺じゃなかったからです同級生がいろいろ遊んでいる時も遊ぶお金すらなかったっていう生活からするとまあ先にそっちをやってしまう方が楽だなっていうのは私のバックグラウンドからの背景です。なので一つ分かっててほしいのは親が環境を作るんですよお子さんへの。親が貧しいと子供を よっぽど反骨心がある私みたいなね這い上がる系の気骨があった子どもじゃない限りあの上がってこないですよお金を稼ぐって下手すると楽しようっていうと今世の中にねはびこってる犯罪とかに行っちゃったりとかしちゃったりもするわけじゃないですかだからある程度子どもの夢も自分の夢も叶いえたかったら私は基本お金があった方がいいよねつまり稼ぐ力 ががあっっった方がいいよねてて思ってますなのでその自分がどういう状況にいるかっていうのを把握するとそもそも集客そんなに頑張んなくてもいいっていう人もいるんですだったら辛くなくなるじゃないですか,だから特にクリエイターの人には言いたい集客はできなくてもいい状態で緩やかにやっていく方が多分クリエイティブな 事業とか創造性のものはそこの域を崩さないから私はいいんじゃないかなと思います。もちろんクリエイティブとお金っていうのは連動します。だけれども、大概の人が嫌がるんで、なんかその領域は一緒にしないみたいな感じ。ビジネスの領域だとそれも当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。その思考の問題になるので、それは個人の問題ですから、どちらでもいいかなと思うんだけれども、そもそも自分が その集客がねつらいっていう状態なんだけれども前提条件の背景がどこに自分がいるのかっていうのを把握した上でそのお金と夢の関係性を考えてみると集客つらくなくなりますよっていうそういう今日はお話でした。はいままとめます、えー、夢ととめす夢金の相関関係を理解できると 集客の辛さから解放されるというお話ですがご自身の立ち位置が、右脳型クリエイティブ系、左脳型、えー、ビジネスマインド系の脳,脳のタイプですね。かによってお金というものの捉え方が変わります、えー。稼いだ方が先というふうに思えるのであればビジネスの方でやっていくサービスを作ればいいですし、えー、夢の方が大事。 自分がやりたいことをやるのがいいということであれば、お時間はかかる可能性があると理解して、ゆっくりじっくり取り組むのがいいんじゃないかなというふうに思っております。それによって、現状、をつらいつらいって言ってる集客の辛さから解放されるというふうに思っております。はい、以上になります。それでは